ではそのベルギー戦に向けて話を進めていきたいと思いますけど、はいはい、こちらはデジタル戦術そうですね、まあ、少しベルギーの配置も見ながらちょっと説明していきましょう、うんはい、システムとしては3421、まあ、警戒すべきはねやはりこのエデン・アザールと。 メルテンスのシャドウと、うん、まあやっぱり5得点取ってるあ4得点か取ってるルカクですよね。はい、まあそこの攻撃力はもちろんなんですがやっぱりキーマンとしては、えー、当然デブライネがあのここでタクトを振るって中盤でうまくさばくと、うん、まあその辺が。 ね厄介ですしあとは右のムニエもダイナミックにどんどんこう攻撃参加でインナーラップもうまいですし、はいね、あとはもともと本職ではないんですけどカラスコがもうちょっと高い位置の選手ですけど、うん、やっぱりここの、えー、左のウィングバックで起用されて、まあ、特に得意なカットインからの右足の。 巻いたねインカーブのシュートっていうのを持ってますし、まあ、タレントで見た時にはね本当にまあ優勝候補として当然挙げられてもおかしくないタレントですし、まあ、彼らの個々の所属クラブの,、ね、あの格からしてもね十分タイトルを狙えるだけのチームだとは思うんですけども逆に中西さんなんかこのベルギーの今大会の特徴まあ今のところ相手がね少しイングランドとの2強でもうパナマチュニジアっていうところでよ 3点差をつけて対象なので正直、結構こう緩くというか楽には来れてますよねあの消耗せずにここまで来ているというところに関していうと、はい、ベルギーはすごくプラン通りに来ているかなというあとは、ただやはりこうルカク、はい、アザールメルテンスデブライネこのやっぱり4枚が同時にピッチに立てば。はい すごい,い,いクオリティ出せると思うんですけど一、はい、人でもかけると、はい、ちょっとまたこれは違うことになるかなっていう風になりますよね。ねはいまあ、なので日本としてどう戦っていくべきかっていうところですけど、まあ、おそらく日本はねこう休ませたのもあるので今までのコロンビアセネガルのメン,、はい、メンバーでいくとは思うんで結局じゃあその。 4二三一行った時に前線からどれぐらいいくのかっていうのが一つポイントになると、ね、思うんですね。はい、で相手3バックですから3でまあ3枚でこう幅取ってき、うん、ビルドアップしていきますからそこに対して原口乾がビタッとこう3枚気味にいくのか3、うん、三でねはいいくのかまあそこはねこうまず注目点で、まあ、そこに対して行った時には当然このね長友 坂井裕樹がクくわクの縦のスライドっていうのが重要になってきますしまあ,あとはねこう香川が一段降りる香川がやっぱりデブライネカーヴィッツェルのところをうまく消しながらっていうのはなあの当然ね重要になってくると思うのでまあその辺の最初は日本の入りですよねまあその辺をまあ相手の3枚に対してどういくのか最終的に第3戦のポーランドもねフォーバックで来てくれましたからあの基本的に日本は3戦ずっとフォーバックに対しての。 プレッシングで、まあ、香川と大迫が、まあ、前線2枚という形でのプレッシングでしたから、はい、まあそこを少し変形せざるを得ないんじゃないかなというベルギーの、あのー、陣形ですしあとは、まあ、戸田さんもこれはおっしゃってましたけどいかにこのアザールルカクメルテンスの3人に逆にボールを入れないかというところが。 ね、なのでビルドアップのところでデブライネに渡るというところも消したいですし消したいですね、はいでまあ、当然、デブライネなんで短いパスだけじゃなくてこういう一発のパスも持ってますからね、はい、しかもこう、ほぼあの、ね、ワンステップでいきますもんねさらにピンポイント、はい <laughs> しかも、用意ドンで走って、はい、ルカクがサイドのスペースでよけたら、はい、先に追いつくこともありますからね。そうですね <laughs> 出どころを抑えるという意味では、はい、その最初のところのファーストディフェンダーの質がこれ非常にまず重要にななるかなと思います、ねはいまあ、あとは日本としてやっぱり狙っていきたいのは、まあ、これは戸田さんはおっしゃっていましたけどやっぱりハザールとカラスコのいる日本からする右サイドじゃないかと、はい、まあ逆に左だと少し、ね、こう彼らは攻守ともにアクティブな選手がメルテンスもムニエもいますから逆に守備でもし、ね、押し込んで カラスコを守備に回すようなことができればそれほど得意な選手ではないですし僕もラリーガでずっとアトリシ後取り自時代見てますけど、まあ、清宮の監督の下で守備は上手くなったんですけど今、中国に移籍してちょっとその辺がやっぱり本大会でも緩いなっていうところが感じますね,ねやってる場所が変わるとはなりますからね、はいまあ、あとはアザールもねそれほどこう、ね、引いてこないですから逆にこの辺で,で攻め残りに対してしっかりここは、はい。 ケアしたいです、ねはい、前で蓋するか、はい、まあ後ろからいい角度で入るかっていうことだと思うんですけど、はい、なので僕はちょっと思ったんですけど、まあ、今までの流れでいうと柴崎が。 右に降りたりしてここからのね長友の、はい、背後の、はい、背後とか乾のボレールのサイドチェンジっていうのが多かったですけど、ね、今回は逆にこう長谷部をアザールを見させるような形で、うん、柴崎をこっち側に配置してこっちからのパスっていうのも逆にオプションとしてはありかなっていうふうには思,い思ってますまあその対応としてもね長谷部がアザールに対応した方が、はい、いいでしょうしあとはねずっとやってきてる 日本の香川イヌイ、それから原口が、まあ、この乾と原口はいかにこのハーフスペースでうまく中間ポジションで受けれるかで香川も、まあ、相手のライン間正直デブライネとヴィッツェル結構こう今までの試合が緩いっていうのもね2線あるんで、うん、まあここのバイタルエリアのところは比較的空いてくるなとあとは相手が3バックなのでどうしてもこう3枚。 3枚バチバチっていった時には結構、マーク気味でもしかすると浮いてくる可能性もあるので大迫がまあえボヤタとマッチアップしているところのこの1段下逆にこうレーンは重なったとしてもここでもらいにいくようなこ,うことが入るとチャンスになるかなとメンバーは違いましたけどイングランド戦の時も3バックの真中の選手にくさびボールを当ててでそのセンターバックの 3バックの真ん中の選手が、はい、ちょっとセンターフォワードに出ていって、はい、この3バックの競り技では絞りきれないときの斜めの走り込みっていうのがチャンスになる可能性あります,ね,、はい、そうですね。あとはやっぱりどうしてもマンツーマン対応するので、うんね、実際にラッシュフォードなんかがこうワンタッチでもらって、うん、ここのねここで一対一っていうのがありましたから、ね、だからそういうところは相手が逆に3バックでマンツーマンで食いついてくるからこそここのギャップはね、うん、あの必ず使えますから。 まあ、まあ今回、香川のクレバーなポジション取り、はい、ボールに関わることがベストではないというポジション取りとあとは一つ先、はい、まつまり二個先を見越した彼のボールの受け方みたいなことに対しても、はいうん、非常にこうクレバーなところを出しますそういうところは今回改めてさすがドルトモンドでやってるなというところは見せてくれてますから、うん、その辺はうまく。 自分がボールを受けなくても関与して,してなくてもねこう相手を引きつけてるっていうプレーをねまた見せてほしいですしあとは逆にやっぱりこれだけの相手なので日本がこう最終ラインでビルドアップする時に相手がどれぐらい来るのかっていうところにはなりますよね,すよね、うん、なのでビルドアップの形もまあ基本的に今まではこういう形にしましたけど、まあ、前線はルカクだけなので、まあ、そこをもしかすると。 まあ、長谷部が真ん中に降りるだけじゃなくてセネガル戦は、ね、うまくこういろんな選手がサイドバックとセンターバックの間に降りるという,、はい、っていうことを、ねうん、なってましたから、まあ、そこに対してどれぐらい来るかによっても,もちろんビルドアップの、ね、こう形は変えていかなきゃいけないんですけどそす、ねまあ、あとはその3バックのような形で降りた時に、はい、ミスマッチ狙うんだったら別に降りですよね、ここが2対1になってますからな,ればなので、まあ、ここで、ね、こういう形で運べればいいわけですし。 まあ、その辺は、あの、庄司もね、はい、少しずつワールドカップで自信をつけてきて、自分で,で、ね、運べるようになっているんで、はい。まあ、そこは、こう、臆せずいってほしいなと,いうところですよね。はい、そうですね。それで、例えば、乾がハウススペースに落ちてきたところに、こう、いいボールが入ったりすれる。かなり、こう、いい形になる可能性ありますよね。その時、乾とカガの分近ければ。うん。はいうん、まあ、ただ、戸田さんがやっぱり危惧されたのは、はい、まあ。 正直日本のこの3戦見た時にビルドアップに対して、まあ、セネガルも最初ねこうツートップ気味に来たけどそれそれ日本が少しビルドアップのねこうやり方を変えてきた時に次の策はなかったんだけど多分ベルギーになると当然来ると同数で来たりとかねえ。 当然、してきたときにそれまでの圧力を受けたことがない日本がどう対応するどう振る舞うのかというところはちょっと注目しなければいけないしボール持ってる選手以外にも同数でバチっときたときに、はい、そこでシンプルに頭を切り替えて、はい、まあ前線にボールを入れて速、はいボールを入れて、はい、まあそれを誰かを収められなくても、うん、そのネガティブトランジションですぐボールを奪えるような切り替えができれば、ね、あ,のある意味こう、はまる可能性も前から来られたときに、ねねはい、可能性はありますよね。はい なので、まあ、そこの日本のボール保持の局面で特にビルドアップの局面でどう,、ね、こうプランニングしていくかというところも重要ですよね。まあ、そこは割り切ってある程度長いボールを使っていってそこのセカンドもやっぱり、ね、こう意識しなければいけないでしょうし。 まあ当然ベルギーもそう日本にねこう簡単には持たせるっていうつもりでゲームプランね持ってこないでしょうから最初はある程度制限かけながら前がかりにくるとは思うので,そ,うでたねその辺りのまあプランニング講師におけるプランニングっていうのはまあ逆にベルギーの場合はねイングランド戦は こう選手入れ替えて日本と違ってまあ1枚だけですけど5枚入れ替えて、はい、あの来ましたけどまあほぼスタメンはもう決まってますしまあ大会前のコスタリカ、エジプトポルトガルの親善の試合でもこの3、4、2、1でほぼこのメンバーでやってきてますからもうかなり固定して、うんまあ、熟成度は高い,です、ね、はいもうかなり積み上げてきてますからまあスカウティングとしては分かりやすい部分はあるのかなと思いますよね。まあ,あとは 日本6枚外で、はい、今までの決勝トーナメント1回戦の時よりは、コンディションは過去のトルコ戦2002年、2010年のパラグアイ戦よりは、コンンディションいいかもしれませんね、はい、そうです、ね、今まででいうと、もう3試合ね、こうもうフルスロットでそんな余裕なかったわけですから、うん、そこを、ね、西岡君、今回はある意味、爆打を打って。うん そのね、こうそれが当たってるわけですから、はい、まあコンディションでいうと、まあ、当然ベルギーの方が若干ねまあ<う>9枚買いのベルギーの方がもうより休めてはいるんでしょうけど <laughs> まあでもね日本もそれほど冷えしてないですし、まあ、ただ一点柴崎学がちょっとね三者フルで出てるんでそこだけがちょっと心配ですよね。柴崎学がね疲れてるところがいかに回復できるか、はい、まあだからそこに関して言うと途中からまあ大島っていうね、はい もう最後勝負出るときにはっていうこともそういう意味では前回の対戦で大島をちょっと使って途中からでも使ってほしかったかなっていうところはちょっと心残りの部分はねちょっと岡崎のアクシデントがあったりしましたけどもありますけどそうやったりも試合の流れの中では考えられる可能性かなといううふに思いますあでもとにかく勝ってブラジルと戦うやりたいですねブラジルもメキシコにまず勝たないけないというそういう難しさも当然あると思いますけどね。あありりががととううごござざいいまました